あとはじゃあプレップステップちょっと今日また話してるけど、じゃあちょっと太一とこれ、うん、これ何度も言ったけど、じゃあプレップステップするときにどういう形でこうやって自分タイミング取っていく、どういう考え方でプレップステップする、はい、バットとボールが当たるときにこっちに見て、この打球が飛んだ方向に全部動けるような体勢をついたときに動き出せるような、もう中学選手は素晴らしいよ。他はい、小太郎のにつけた足で、その宙に浮いてるときに、投手のボールとそのバッターを右は左かとか、そのインコースだったらどっち来るっていうのを予測して一本目を決める。バッターがさ、ノックでもそうでしょ、こうやってやってノック来てバットフックしてくんなっつったら打球どっち来るの、ファーストボール、えっぱりこっち側来るんでしょ、はい、そしたらプレップステップどうやって踏まなきゃいけないの、こっち側に、こっち側に、太一で言ったら左側に行くんでしょ、うん、でその時どうやって足着地するの、右足先に着いて、うん、こっち側に、そういうことっしょ、だからもう考え、だって見てて打球読んでたらどっち方向来るなーでしょ、バット試合もそうでしょ、こうやってやっててバッターがじゃあ外来ましたっつったら、あ外流しに来てんなって感じで入ってくると思ったら、どっちにプレップステップしなきゃいけないの、自分の右側、え自分の右側、あ、それあっちの動き見てよ、こうやってやってて、じゃあ俺がこうやってやってて外ボール来ました、流してくる、ああどっちから、左足から、ああちょっと行くよ、こうやってやってて外まっすぐ来ましたってなるっしょ、ってことはこっちの自分の右側に打球来るって分かった瞬間、プレップするステップするときどっちの足からつくの、左足です、ああそうなるわな、だってバッターの癖見ようと、ノッカーの癖見ようとしてんだから、じゃあこれがインサイド気味来ました、インサイド気味来ました、ボールこっちに多分ライト方向引っ張ってきますってスイングで入ってきたらどうするの、右足から、うん、右足から相対地で踏めば空中にいてこっちに出て、こっちに出るって自分で決められるわけじゃん、ということはプレップするステップする、する時の大原則っていうのは、相手の動き見てコース見てキャッチャーの構え見てどっちの方向打ってくるかなーで、つく足変えればいいわけじゃん、意味わかる、それも考えてないでただこうやってやってて意味ある、ないでしょ、じゃあなんでこれプレップステップしなきゃいけないの、こうやってじゃあ俺がここで打球打ってもらいますってこうやってプレップステップするけど、テニス選手とテニスのレシーブこうやって受けるときとこうやってやってていつもこうやってやってやん、テニスプレーヤーなんで、なんで動きか、どうからどうの方が、うん、次の動きに対する反応とか脳の反応が早いから、そういうことだ、反発力もらいたいからこうやって動いてタイミング探ってんでしょ、そうでしょ、ベタ付けしててこんな風にやってテニスプレーヤーでこうやってやっててこうやって動くやつ見たことある、ないでしょ、対応できないもん、だってサーブ200キロぐらい来んだから、野球も同じっしょ、だから自分たちはこうやってタイミング取ってて取ってて、あこっち来んな、こうでしょ、もう分かってるわけじゃん、だって相手の癖見てバットがこっちが入ってくんなと思った瞬間この足から着すればこっちに出れるの分かってんじゃん、だからそこまで考えてやんなきゃダメってこと、 OK、はい、OK、はい、OK、はい、